ドーフアダプタとはデジタルビデオカメラに装着する光学的アダプタである。ビデオカメラの小さい受光素子で撮影した際に被写界深度が深いのっぺりした絵になることを解消するため35ミリ写真レンズなどをスクリーンを間に挟んでビデオカメラに装着するもの。スクリーンに投影して撮影することでシャープさや色再現性は犠牲になるものの。 35ミリフィルムで撮影したような被写界深度の浅い画像を得ることができる。構造上、倒立像になってしまうために、スクリーンの後にプリズムをかませて反転させたり、カメラを倒立させて撮影したり、ビデオ編集段階で修正するという対処が必要になる。アダプタそのものは、海外の会社などから市販されているほか 写真や天体望遠鏡の用品を組み合わせて作ることも容易で自家製のアダプタを作っている愛好家も多い 24P で撮影できるものと組み合わせることで民生用のビデオカメラで映画風の撮影ができることから映画制作を志すカメラマンの注目を集めているコスト的なメリットも大きいため2007年公開の点々 こんな大人の女の子や2009年に NHK 総合テレビジョンで放送された白ジロ郎などアダプタを使用して撮影されている劇場用作品やテレビドラマも少なくない。ありがとうございます。